めちゃくちゃ大怪獣ドラグーンが出てきました。先生、先生、カルエゴ先生。やばい、カルエゴチームがやばそう。先生、ちょっと授業のステップが上がりすぎです。ジャズくんが今すごい大変なことになってるけど大丈夫かな。はいどうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、参りました、イルマくん第2シリーズ、第15話、見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました、イルマくんですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で、第15話ということで、どん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 終盤に近づいているわけなんですけれども、まあ本当に中盤特有のなのかわからないんですけれども、シリアス界がやってまいりました。元祖帰りの集団、武蔵野衆が、この平和なウォルターパークをぶっ壊し、イルマくんたちの終末日を、もう地獄に変えようとしている。なおのこと、なんかとんでもない魔獣がいっぱい出てきて、さあ、イルマくんどうなっちゃうのみたいな感じで、まあ今回そこから始まっていくので、どうなっていくのか、シーダさんとのね、関係性とかもいろいろと気になってくるので、注目していきましょう。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さて。ぶっ壊す体。さあ。ネズミと、竜と、牛？マーマン？マーマンみたいになかったっけ？人間と、男版？あ、だから、マーマン、マーメイドの男版？さあ。絶対鍵はシーダさん。さあ、No, no, satisfaction! さあ、すごい幸せだったのに幸せを奪いにかかりました。まあでも、戦力的にはでも本当に問題はない限りだとは思うんだけど、魔界の勢力図がよくわからないからね。あくまで学園の中だけの勢力図しかわからないから。隠さず。さあ、アガレスくんが超イケメンだったしな。命がけ、神一重。さあ、あ、わかった。影だけだったのに。ぽい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 。Are you ready?いや仲間。さあ、ケイザー飛ぶ頃だ、時は来た、だまだ僕ら No no satisfaction、 Go 燃えるパッション。襲撃。さて、戻る。なになに。ロノベ。いるいる。ペンギンはいるよ。あら、イルマくんファッションチェック。さあ、さてここで何か感じる？あ、イケメンすぎる。どうしたんだろう、なんか感じたっぽいな。変、あったかい、大地があったかいってこと？わお。え、そんなのまでわかんの？マイエリア。うん。状態変化？地面。魔力を集めてる？あ、それが爆発したのか。
ああ、それで、あれが魔獣が生まれたわけね。さあ、骸骨。許せねえな、骸骨。さて、ここでバックワが起きてしまった。アガレスは感知してたっぽいけど。さて、で、孵化したって感じか。お、なんだ？なに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 ？崩れてってこと？すごいな。めちゃくちゃ大怪獣ドラグーンが出てきました。大怪獣です。ああ、カーマインドラゴン？ドラゴン。やばいやばいやばい、避難しないと避難しないと。まあでもこの騒ぎに乗じて脱獄しようっていうのが、元祖狩りの狙い。キリオ先輩の狙い。ほんとね。アガリスくん優秀すぎるな。うざい。さあ。ん？ 3 箇所。そうだ。あれ？てか先輩たちは？アメリー先輩。アメリー先輩。で、まあ、それぞれ先生がいるから問題ない。うわ、なんかキリンがいる。何？キリンネズミ？ああ、パンサーラッド。あらららら、なんかすごい、なんか、すごい顔してるけど。おお！あおし、マウンテンブルー。やばいやばいやばい、先生、先生、カレゴ先生、助けていただきたい。あ！どうする？先生！うん。はい！え？あ？はい？うん。生徒の向上。はい？何？お？あ、戦ってくれる？見せてくれるとか？うん。4人組。え、授業する気？やばい。あ、やばい、授業が始まる。怖すぎない？でも、余裕？先生がそういう、やばい。やばい。なーに、余裕があるってことは、大丈夫ってこと？ちょっと期待するよ。うん。はいはいはい。あー、なるほど。そっから応用していく感じか。こっから固めるチャンスではあるのか。自分のあれを。なんかチラチラするな。さあ。さあ、カムイ。でもカムイくんの能力ってワイダンでしょ？言ってしまうと。あら。声がわかる。仲良し。そうなんだ。あ。おお、え、強くね？おお。あ、ワイダンじゃなかったんだ。さあ、ゴエモン。ゴエモンはまあ、切る。かまいたち。え、強くね？え？インビジブルエアーみたいなことじゃなくて？シンプルに風が刀になる。
一番戦闘向けだよね。ピットで弱点を見つけるとか、感覚を奪って、うん、投資、うん、コントローラー、ねえ、すんごい魔力よ、6つあるどれか1個でいいの？1個奪うと、まあでもちょっとテンパるよね、見えなくなるんだもん。さて、話す、おとりで、で、隙を見つけて五右衛門が叩き込む？ラバイア！わお！炎の構えたち！わお！あー強い！まあ、そう。やばいやばい、怒らせた。やばいやばいやばい、これ授業。やばい、先生余裕すぎる。これでも、どうだ？保護。うん。生かせばできるってこと？信じてるってこと？まあまあ、それはそう。それはそう。けど、できると思ってるからやってるんだよね。保護よりもそっちだもんね。金切りの長が来た時って、先生どうしてたっけ？その時の対応とちょっと違う気がしなくもないけど。さて、やばい！すべて悟ってる場合ではない！そうです、現実を知ってる、どんどん。やばいやばいやばい。やばい、カルエゴチームがやばそう。やばい、鬼教師すぎる。この4人大丈夫かな？ウラボラス監獄。さて、脱出を図ってる。さあ。ウエトと、来てる。めちゃくちゃ強いんだなぁ。さあ。そうか。監視長がいないから、ロック解除される。やばい、大暴れだ。やばいやばい、大暴れだ。さあ、でも多分これおとりだよね。キリオくんだもんね、武蔵野州の目的って。騒がせてるうちにってことじゃない？うん、どう思ってる？あいつ？トリトン、うん。あ、そうなんだ。監視長がやばいんだよね。あ、握手のトリトン。やば、手でかっ。竜の首をへし折る。どんな人を繰り広げてるの？え、強っ！聞いてない？
いてえ、やばいやばい。やばいやばい。悪劇。握りつ。さあ。うん。いたら？わお。3チームいるよ。やばい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 。やばい。勇者、誰が勇者になるかを決めている。やべ、死ぬって。やばい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 。やばい。ジャズか。やばすぎる。いや、いくらなんでもこれはやばすぎるって。先生、ちょっと、先生、ちょっとあの、授業のステップが上がりすぎです、カルエゴ先生。あ、リーダー。あ、ギメル。確かに。2223、あははは、決定。さあ、キラキラとした。頼まれたら？頼まれたら断れない？あら、兄貴？何？あら、財布取られた。すごいな。実力主義、完全実力主義。黙るせいたる口、はあ、なるほど。すげえな兄貴。そうか。補助輪？指輪が5つか4つかでだいぶ変わるの？うん。あー、頼られ。やばい。やるしかなくなる？あー、今までのいろんなものが複雑な過程なんだな。まあ、ピュアっていうか押し付けてるけどね。まあ、ピュアな。やばい、横島な。わー、おジャズくん。ただでもそうだね、作戦立案タイプだよね、ジャズくんなら。まあでもピットを、ガチ、よし、コントローラー、ピットはどう使う？お？アドバイス？何？これ気になってたんだよね、ずっと。笛？何？あら、はぐれちゃった人もいる？あの幸せだった世界が
複数犯。ああ、もう誰かがやったと思うと？怒ってる？怒ってるんじゃない？何？あら！そういう人たちがいっぱいいる。いや、むしろ、シカトはひでえな、でも。そうか。ああ、そういう。ある種の。すごい淡白なんだなぁ。わ、本当に淡白だなぁ。あー、そこら辺はちょっと違うかもなぁ、本当に。両親がないわけじゃないんだもんね。みんな。出た。ムカつきだ。理解した。感情を。誰かがやったってなったら。おお。ああ。自分の感情に気づいた、入間くんが。さあ、まあ、ジャズくんが今すごい大変なことになってるけど大丈夫かな？ 頼られ続けて、でも勝てるかもってなってるからね。でも、カルエゴ先生があれ、ああやって言うってことは多分勝てるんだよね。多分勝てるからああいう風に言ってるというか。落ち込み、言い訳ばっかりで答え探し。もう、なんか、すいません。視界がチラチラして申し訳ない。メタラー、あーで、べーって出てきます。写真が早く見たいぜ。あ、近いです。秘密のお話。さあ、気になるな。でも、アガレス君もすごい優秀だな。みんな優秀だね。そうか。カムイ君は、ワイダンじゃないのか？ワイダンの、何？ワイダンストックが無限にあるみたいな、そういう能力じゃなくて、純粋にいろんな人と話ができるっていう。ああ、いいな。気になる、気になる、こっから先も。うわ、ああ、そうだ。来ます、来ます。ああ、ガオガオ。ああ、そうね、似合ってるね。すごいな。かわいすぎるだろ。さて、あら、エイコちゃん。あら、よかったね、エイコちゃん。ああ、よかったね。さて、入間くんが怒ってる。さあ、先生。さあ、オペラさんたちのチームも。さあ、アメリオペラ。すごいな。うわ、やばい。いろいろとみんな活躍しそう。クロムちゃんも来る。あ、エリザベッタ、交換を持つようになる。わ、気になる、気になる。めっちゃ気になる。
い、というわけで見終わったわけなんですけど、次回いろんなキャラクターがまた活躍するんじゃないかなということで、すいません、髪の毛がね本当にね、ちょっとここら辺にチラ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 視界に映ってる、すごい目障りだから、よくこうなってしまって本当に申し訳ないです。はい、というわけで、さあさあさあ、次回カルエゴ先生とか見れるし、オペラさんとねアメリカ会長2人協力してとりあえずなっていく中で、まあうまいことを協力して楽しんでいくっていう感じになるのかな。クロムちゃんも出てきて、でもクロムちゃんが来るってなったら、ケロリちゃんが自分のね中身カミングアウトしなきゃいけなくならない。まあでも女子チームになら行っていい気がするけどな、ぶっちゃけ。男子だったらわーってなっちゃうかもしんないけど、女子チームにはね明かしてもいい気がするな。しかも、まあ、ちょっとクラリンにバレるっていうのはちょっと問題かもしんないけどどっかでバレちゃいそうだ、クラリンに言うと、だけどまあみんな口固そうだしね、大丈夫そうだけど、うん、まああっちでいろいろと動きながら、カルエゴ先生チームもいろいろと動く。いいね、ジャズくん気になるな。いいな、ジャズくんはすごい好きなんだよな、キャラクター的にもかっこいいしね、兄貴分って感じでいいし、めちゃめちゃいいな。なんかすごいさ、なんかトラブルメーカー感あるじゃん、すごい何でもかんでも物盗んだりとかして、すごいなんかトラブルの元になりそうかと思いきや、あのね問題児クラスの中では一番等身大というか、こう何 なんて言ったら学生らしいし、でリーダーシップも取れて一番普通だよね冷静に見てみたら。なんか結構癖の強いメンツの中でジャズ君もかなり癖が強いかなって思いきや、やっぱりああやって癖の強いメンツとかそこら辺で並ぶと意外と普通で可愛いなっていう風に思うね、ジャズ君もね。うん、でも何なんだろうね、お前まだ補助輪ついてんのかっていうのはな、どういう意味なんだろうね。あの小指の指輪がなくなるっていうことが補助輪外すってことなのかな、なんかそういう縛りなんだよね。だから鳴らしてバレたらおしまいだよっていうあれ、どうなんだろうな、家計能力を育てるっていうのはどういうことになっていくんでしょうね。そこら辺は少し気になるところではあるかなっていう雰囲気はすごい感じるかな。うん、家計能力が会社によって解釈によって力が強くなるとかなら、仲良しとかめちゃめちゃ強くなるね、あれが何余地があるじゃんね、いろんな人と会話ができるっていうところで、誰とでも話せるようになっていくし、コントローラーだってそうだもんね、いろんな感覚を奪えるようになっていくし、複数ね奪えたらもっと強いしっていうところだし、まあいいな。かまいたちとかもなんかすごいかっこいいよね、アガレスくんが想像以上に優秀だな、なんかいいね、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 マイエリアっていうか感知系能力だしね。うん、さあこう自分の欲に忠実な悪魔を見てムカついたイルマくん、まあ悪魔にイラついたっていうより、こんなものをぶっ壊す、なんでこんな幸せを壊そうとするんだっていうところでムカついたイルマくん、どん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 やっぱりこう忙しすぎて、人間界では忙しすぎて感じることのなかった感情っていうものに余裕が出てくることで気づき始めてきてるから、またまた人間として成長していくだろうし、あのジャズくんたち4人もねどうなっていくのか注目していきたいな。な、どうなんだろうね、カレーゴ先生もう多分賛成してくると思うんだけど、多分あれなんだな、よくやった合格だって、赤点ギリギリだがなっつってパチンってやって、いいんじゃない、いいんじゃない、カルエゴ先生の活躍見たいっていうか、もう次回予告の時点でカルエゴ先生かっこよすぎてもうやばいな。いやー、もう桃の木先生連れてくるべきだったんじゃないですか、もう本当に桃の木先生に見せてあげたい、この活躍を送りつけたいよね。16話絶対カルエゴ先生大活躍だし、まあ14話13話15話ん15話まともかく14話とかではね、可愛いカルエゴ先生も見えてしまうというところで、いいな、いいな、なんかカルエゴ先生いいな、なんかめちゃめちゃいいな、なんかこういうところで生き生きするのもなんか悪魔らしくていいよね、こういう混沌とした状況も楽しめるっていう、いいな、いいな、それに振り回される生徒たちもめちゃめちゃ可愛いしな。次回多分いろんな生徒が大活躍していくと思うので、めちゃめちゃ楽しみにしていきたいと思いますので、次回も楽しんでやっていきましょう。以上、参りました、イルマくん第2シリーズ第15話でした。バイバイ。